皆さんこんにちは。カグラの巣第3回目ということですね。今回は私石と泉がお送りします。はい、泉さんね、はい、アルバム3が、はい、ついに完成ということで。完成しました。どんなアルバムになりましたか？そうですね、まあ、一言じゃ言えないと思うんですけど、うん、まあ、とにかく好きなことをやったかなと。おお、なるほどね。うん、あとは、まあ、今までになかったカグラかな。まあ、曲によっては。そうだね。うん、まあね、今回12曲ということで、はい、初ですよね。うん、そうそうそう。まあね、リミックスがね、3曲ぐらいあるんですけど、まあそれもこうやっぱカグラ2のね、うん、皆さんには分かっていただけるかなという仕上がりになってますんで、はい。うん、まあぶっちゃけ、はい、この12曲の中でどれが一番、うん、聞いてほしいですか？どれが一番、うん、やっぱりサツキじゃないですか？なるほどね。まあね、サツキね苦労したんですよ。ずいぶん苦労したよね。みんな苦労したのかな、かな。やっぱ石何回も歌ってた？俺ね、多分ね、過去最高歌ったよ。あ、長いことこのカグラってもんやってますけど、はい、うん、確かにそうだね。そう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 。まあでもね、いい曲に仕上がって、はい、うん、俺はね意外とね、うん、鬼も哀れむ歌、うん、あれが好きだったりしますね。うん、うん、いいね。ちょっとこうね、俺なんかかなり感情入って歌ってたりするんでね、そういうのがね後々聞くと、はいはいはい、あとはね、ボウフラ。またね、ボウフラっていうね言葉が難しいね。うん、あ、そう、うん、あれですよ、蚊の幼虫ですよ。まあキモいみたいなね。そう、うん、もう想像してもらえるとこうさ、こう皮膚の中をボコボコ、ああね、そういうそうね、うん、はいはい、ではね、もう曲にもだいぶ再現されてると思うんで、はい、うん、まあ早くね聴いていただきたいんですけども、はい、ね、今回の、はい、この映像レポート、はい、なんとですね、はい、さっき泉さんが言ってました、はい、ね、はい、アルバムのサツキですね、サツキの、はいはい、プロモーションビデオですね、はいはい、撮影風景を、はい、ね、こうプロモーションみたいなね、まあね、今回はね、このアルバムの中に入っているサツキね、うん、この PV をね撮っている現場を、そう、はい、見てもらおうと。どないやねん。どないやねん。はい、うん、まあまあ、じゃあまあ、そんなね、はい、雑談もあれなんで、早速見ていただきましょう。どうぞ。どうぞ。OK、第一発目です。寒いっす。すげえ寒いっす。あ、使える絵じゃないんだね。はい。これから一発目いきます。歩きゆっくりでお願いします。はい。お願いします。はい、よーい。はい、どうぞ。上見て、あれゆっくり振り返ってください。はいはいはい。そのままカメラの方に戻ってきて。わかった。カットでーす。はい。はい。
します。はい、よろしくお願いします。テスト、ありがとうございます。スタート。カメラです。いるんですよ。全然違いますね。何かわかんない。謎。でもあれなんですよ。お前一段落つきましたけど。そうっすね。まあちょっと雨が。来ちゃったんで、まあ残念なんですけど、まあでもちょっとこうモニターを見てる感じではすげえいい映画撮れそうかなと思っております。はい、
何にガツッと下がると。どうでしょう。下がるって低くなるんですよ。はい、カメラが。終わったよ。お疲れ様でした。鼻声だけど。お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆっくり寝てください。そうですね。石立て手伝ってないですか。終わった顔すると思う。お疲れ様でした。それはどなたの？分からない。一個だけある。お疲れ様でした。お疲れ様です。お、機械開会。はい、じゃあ逆レップいってみましょうか。あれ、はい、じゃあ本番。お疲れ様です。ただいま、AM、まあ2時ちょっと前ですかね、余裕で24時間を回り、ようやく終わりました。あ、でも今回こういろんなね絵を撮って、絶対いい作品になるんじゃないかなっていう確信があるんで、出来上がりがすげえ楽しみです。みんなも楽しみにしていてください。お疲れ様です。風大丈夫ですか？大丈夫です。なんかしっかり直して演技の姿を皆さんにまた次回の神楽の巣でお伝えします。お疲れちゃん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今何時でしょう。まあ多分12時超えてません？いやいやいや、もうそんなもんじゃないですよ。2時ぐらいですよ。あ、もうですか？はい。やっぱり予想通りな展開になりました。はい。はい、いかがでしたか？そうですね。まあ、今までの PV の、PV の撮影現場と違って、なんかこう、いつもより、なんか緊張感がある。だったかなと思いますよ。はい、なんで、まあ、出来上がるのはちょっともうちょっと先ですが、楽しみに見てください。そこに立つと影になる。はい、影に。今一番何がしたいですか？今ですか？今は寝たいです。でしょうね。はい、今日はいいものができると思うんで、はい、はい、したお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。もうね、まあ、湖とかね、まあ、廃墟っぽいところとかね、こういつもね自然に関わる、確かにそうだね、エコカグラなんですけどね。確かにエコだね。まあね、今回のこの PV、はい、まあ、アイディア、こう泉がね、はい、いつも通り、そうですね、とりあえず今回はですね、まあ一心にある程度ね、大きなイメージをもらったので、それを細かくこう頭の中でイメージして、今回は、まあ、PV 撮ったんですけど、悩んでたね、結構ね、結構悩んでましたね、ぶっちゃけ1日で考えろって言われたんで、ああなるほどね、はい、それは気づいた。あとですね、今回の見どころはですね、モデルさんがいるんですね。ああ、まあ多分見たと思いますが、まあそのPV での、意思との絡み、絡みっていうのが エロいですよね。でもね、今まで思ったんだけど、神楽っていうのはね、どの PV を見ても、まあ、意思が笑顔のもあるし、かっこいいってのもあるんだけど、男臭いんだよ、なぜか。
男臭い、ね、少し、うん、だからそこに何ていうのかな、こうなんか大人のこう匂いをこう入れたわけですよ。なるほどね。ああまあ大人な感じ大人な感じ、大人な感じ、大人な感じって言うよね、はいはい、うん、でもまあそういうね、うん、まあいろんなことをこうありつつ、うん、一本の、PV をまだ多分見れてないんでしょ。見れてないですよね。と思いますね。現場を見てるんでね、うん、まあ出来上がったら早速ねみんなに見てもらいたいな。見てもらいたいですね、うん、そう、もうこのね、プロモーションビデオとか見てもらって、はい、で、サンを聴いてもらって、うん、まあ、ライブもありつつですからね。そうですね。うん、そうだね。まあ、ぜひね、うん、待っていてほしいなと、はい、思います。はい。はい、それではですね、はい、この辺で番組宛てにいただいたメールをご紹介したいと思います。はい、いっぱい来たんですか？はい、もうね、えらいキスらしいんですけど、まあ、今回とりあえず、はい、いつね。はい。はい、エミさんから、はい、はい、来てますね。こんばんは。神楽の巣第1回目の放送を楽しく拝見させていただきました。ありがとうございます。はい、決め顔で撮影している姿はかっこよくて、もちろん素敵だったのですが、合間合間に挟まれていた、はい、すっぽい笑顔には本当に癒されました。お、はい、いつも和を醸し出している神楽さんですが、はい、違う雰囲気の神楽さんも見てみたいと思います。うん、思い切って、うん、皆さんで高校の制服を着てしまうとか。うん、で、自分の高校生時代はこんなだった、あんなだったと、丸くなって語ってくださったりして、うん、神楽さんの後輩バンドである、うん、アリスナインさんが、新曲の PV を制服で撮ったという話を聞いて、ぜひ、神楽の皆さんにも制服姿で、はい、やってほしいと思っちゃいました。うん、なおちゃん密着24時も面白そうですね。うんうん、なおさん、脱いで脱いでとついでに言っておきますと、はい、これからも頑張ってくださいねと。なおちゃん脱いだらすごいよねえ、うん、いやーねちょっとまあそれはね、うん、あの神楽とは別のところで、はい、あのね、そうだね、なんとか先生のところで、うん、やってもらえると先生のところで、ね、うん、嬉しいんですけどね、はいはいはい、制服ね、制服ですか。はい、イサの制服のなんか思い出なんか。そうですね、もう結構ですね、はい、あのぶっちゃけた話、僕らの時代っていうのはこう、はい、うん、ね、こう時代がこう入れ替わる瞬間ぐらいのね、そうだね、そうだね、ね、うん、こうなんかこうなんだろうな、おしゃれになっていく時期だったんですよ、僕らの世代から。なんですけど、こう先輩からはね、こう年々受け継がれるものというものがあって、お前は来年からこれをしようと。あったね、うん、あったあった。俺もね、やっぱこう、そういう先輩なんで、へっ来てたんですか？あの、先輩が学校に来るっていう日は。ああ、なるほど。さすがに、はい。なるほど、それはあれでしょ？こう刺繍とかこう入っちゃってでしょ？あの、まあ、そう、軽くね。軽くね。なるほどね。そうですね。まあ、泉は？俺ね、うん、あの自分で持ってたわけじゃないけどね、うん、こう友達がこう、なんていうのこれ、すごい長いやつ。ああ、長蘭？長蘭、うん。ね、うん、こう、一回来たことあるね、一日、うんうん。すごかったよ、見た目が。あ、そう。なんかね、なんだろう、お前誰っていうような格好っていうかね。うん、でも今はもう変わんない。まあ、変わんないけどね。まあでもね、うん、そういう、まあ、まあ、面白い思い出。なるほどね。うん、ありますね。なるほどね、すごいね、うん、すごい超あの初披露な話なんですけど。はい、僕ね、あのそう高校時代に、うん、自転車で学校に行ってたんですけど、はい、でこう、まあ、制服着てるわけですよ、うん、でこう内ポケットにね、うん、CD をね、借りた CD を友達に入れてたんですよ、はいはいはい、でもうすごいこう急カーブ下り坂で、うん、俺はトラック の、うん、あのスリップストリームに入ったんですよ多分時速多分ね70キロぐらいチャリンコですごい坂だったんで、そうで、こう最後のカーブを曲がりきれずに、うん、俺大破したんですよ。こんなんだ。そう、なんだけど、もう制服もズタボロになりながらも、うん、CD は守ってたっていうね。その、うん、そう、何の CD だったの？あのね、あ、なんだよ、ルナシーだな。まあ、時代的にね。そう、なんだけど、こう、友情とともにこう音楽を、あー、なるほどね、まあ、かかった制服代、まあ、4、5万みたいな、うん、そう、親に申し訳ない、ね、うん、そうそうそう、なんですけどね、はい、まあ、そんな思い出もあります。はい、はい、エミさん、ありがとうございました。どうも、これからもですね、どんどん番組宛てに、ご意見
ご質問などね、送ってほしいと思います。はい、あの泉さんね、はい、あのただこう読むだけではない、うん、ですよね。そうなんですよ、うん、実はですね、うん、このスペシャル特典が、そうです、うん、この番組のね、カグラの巣のね、うん、オリジナルグッズができちゃったんですか。マジっすか。あ、作るらしい作るらしい、うん、まあ何になるかは、ね、まだわからないんですけどね、うん、まあそういうものをね、プレゼントですね、うん、なるほどね、いろんな方に激レアっすね。ねえ、うん、もうここでしかもらえないわけですからね。ねえ、だからどん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 もう送ってほしいわけですよ。なるほどね、うん、いやもうちょっと面白いお話とかね、はい、うん、どんどん送ってほしいと思います。待ってます。はい、さて、はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。はい、はい、次回はね、はい、どんな感じでいくんですか。とにかくですね、楽しいことをね、うん、ちょっとやりたいなと思ってですね、うん、これはあれですか、ロケになるんですか。ああ、まあですよね。なるんですよね。なんていうんですかね、こういう、ね、まあこういう感じでね、ヒント、ね、こういう感じでね、うん、でね、面白そうですね、うん、はい、まあね、そんな感じで、はい、次回、はい、7月8日放送のカグラの巣、はい、お楽しみに待っていてください。はい、それではさよなら。